ニコラース・ベルヘムは、オランダの画家。ハールレム生まれ。父親のピーテル・クラースは著名な生物画家で、父親から、絵画の手ほどきを受けた。また、ヤン・ファン・ホイエン、ヤン・ワイエニクス、ピーテル・フランツ・でグレベル、クラース・コルネリス・ムヤ・アールと等からも学んだと思われる。画家のアルノルト・ホーブラーケンによると、画家のカレル・デ・ムーアは、ホーブラーケンに、ニコラース・ベルヘムは、 自分の名前、ベアハムは二つの文字ベルクヘムつまり、セーブヒムからなっており、ファンホイエンの工房にいた時にベルヘムの父親が彼を叩きに追いかけてきた時の表現だという。ホーブラー県は別の話も伝えている。それは、ベルヘムが水兵として強制帳簿された際。 長母の責任者が彼のことを知っており、陸上から彼に向かって、セーブ・ヒムという言葉を送ったためだという。しかし現在では、彼の名前は、父親の出身地であるベルヘムから取られたと考えられている。1642年から1645年までは、ヤンバプティスト・ウェーニクスと共に、イタリアを旅している。ベルヘムの作品には、クバーガムもしくはベアハムと、 サインがされている。1645年、ベルヘムは、改革派の一員となり、その次の年に結婚している。ホーブラー県によると、ベルヘムは、画家、ヤン・ウィルズの娘と結婚した。1650年頃には、ヤーコプ・ファン・ロイス・ダールと共に、ベスト・ファーレンを旅している。1650年から1656年の間は、 ベルヘムに関する記録は残っておらず、ベストファーレンの後、イタリアに行き、そして、アムステルダムに戻ったものを思われる。1660年頃、版画家の W、ヤンデビッシャーのために、地図帳のデザインをした。1661年から1670年までは、アムステルダムに登録があり、1670年に、ハールエムに戻っている。 しかし1677年までに再度、アムステルダムに戻り、1683年にその地で、亡くなった。ベルヘムは、弟子を多く取っていた。その中には、アブラハム・ベヘーン、ヨハネス・ファンデルベント、息子のニコラース、カレル・デュージャルダン、ヨハンネス・グラウバー、ピーテル・デホーホ、W、ジェイコブ・バン・ハッチテンバーグ、ユストゥス・ファン、ハイスム、ディルク・マース、ヘンドリク・モマーズ、 ヤーコブ・オフテルフェルと、ウィレム・ロメイン等がいる。ベルヘムはまた、画家の W、ゴーバーとバンデア・レイウとその兄弟、ピーテルのおじにあたる。ベルヘムは、オランダにおける、イタリア風景画の第二世代の画家である。画家たちは、実際に、イタリアに旅をしたりして、古典的な廃墟や、牧歌的なイメージでスケッチブックをいっぱいにして、オランダに戻ってきていた。ベルヘムは、 多くの作品を手掛け、当時の人気の高さを伺わせる。また、80枚のエッチングと500枚の素描も、残っている。彼の描くイタリア風の風景が丘や山、崖や木々が、黄金色の夜明けの中に描かれる理想的な、田園風景は大変な人気があった。ベルヘムはまた、アラエルト・ファン・エヴァー・ディンゲン、ヤン・ハッカールト、ヘラルト、銅、メインベルト・ホッベマ、 ウィレム・シェリンクスといった他の画家の作品の中に人物や動物を描いてもいる。フランスのロココキの画家ジャンバティスト・ピレメンやバーレント・コルネリス・クック・クックはベルヘムに影響を与えたと考えられている。ありがとうございます。